最初の得点を奪えるか。一本外のボール、ライトの前、落ちました。ヒット、二塁ランナーは三塁を回る。よっしゃ、ホームされますがホームイン。反撃開始3回の裏、大島3番キャプテン武田、ライトへのタイムリーヒット、10対1。まず最初の1点を取りました。ナイスバッティング。踏んで投げながらしっかり指示も送ります。引っ張った、三遊間です。ショート深いところ、ショート有馬踏ん張って一塁、アウトにしました。これが大島の守りです。本来はセカンドを守る有馬、武田がピッチャーの時はショート。昨日から本当にいい働き、いい守備を見せます。セカンドゴロ、セカンド追いついた、太陽か拾い直して一塁へ、一塁アウトにしました。よく守りました。引っ張った、三遊間深いところに守っているショート有馬、一塁ワンバウンド送球、アウトにしました。打ち返した、セカンド飛び込んで取っている、取っている、よし、一塁送りますが一塁は投げません、一塁投げません。セカンド太陽か、ファインプレイ。引っ張った、大きな打球になっている、レフト、ボール際、伸びて入りました。途中出場の三島、9回の裏スリーランホームランです。ナイスバッティング。大会第19号は三島のバットから生まれました。打ち返した、ライト落下点、三塁ランナータッチアップのスタート、二塁ランナーも三塁に進みます。また1点返した大島、12対5、これで7点差です。変化球打ち返した、三塁間抜けていった、レフト前へのタイムリーヒット、4番の西田もつなぎました。いいぞ慎太郎。12対6、この回だけで5点目、つながります大島打線。空振り三振、3アウト、試合が終わりました。しかし最後まで夢を見せてくれた大島の選手たち、両チームに大きな拍手が送られます。